ございます。政府関係者によりますと、岸田総理大臣は来月3日から日本の日程で、フィリピンと電子化を共有する方向で調整です。両国ではその中で首脳会談を行い、海洋進出を強める中国を念頭に、安全保障面での連携強化を確認することにしています。具体的には、日本が同志国に対して防衛装備品などを提供する新たな国に、防衛費税、政府安全保障能力に
に行ってみよう、やばいよ。